こんにちは今日は誘導加熱について解説します誘導加熱は電気の力を使って直接金属を加熱する方法ですこれは IH 調理器です誘導加熱は英語だとインダクションヒーティングと呼びます IH 調理器に対応した鍋を置いてそしてスイッチを押すと加熱が始まりますこのように鍋の底の部分が発熱しています 一般家庭での誘導加熱の応用先としてこういった IH 調理器がありますただ調理器としての誘導加熱の応用というのは誘導加熱全般の応用先としてはごく一部です誘導加熱の応用はほとんどの場合で工業向けです例えば機械に使われる金属部品歯車などの焼き入れにも使われますその他には金属を非常に高温まで加熱するのに使われたりあとは金属を溶かすことにも使われたりします誘導加熱の原理です ここに加熱したい金属を置きますその金属のすぐ近くにコイルを置きますこのコイルに交流電流を流しますコイルに流れている交流電流によって磁束が発生します発生した磁束が加熱したい金属に作光するとその部分で起電力が発生します 発生した起電力によって金属に渦電流が流れますその渦電流と金属が持っている抵抗によってジュール熱が発生しますこのジュール熱は電流の2乗と金属が持っている抵抗値に比例します誘導加熱は原理的にはどんな金属でも加熱できますでこの調理器の中で磁束を発生させるわけですがどういう風になっているか実際に見てもらった方が早いと思うので、えー、開けます 中身はこんな感じです。ここにコイルが見えると思いますが、このコイルに電流を流して交流の磁束を発生させます。もちろん流す電流も交流の電流です。こちらのコイル自体を拡大してみると見えますか一本の線でできているのではなくて、より線でできています。細い導線をいくつか寄り合わせて作ったものです。交数にもしっかりとした理由があります。 流す電流は高周波の電流です。大体人の耳には聞こえない 20kHz 程度の電流を流します。高周波の電流を流すと表皮効果が発生します。表皮効果というのは電線の外側にだけ電流が流れることです。直流の電流を流す場合、表皮効果はありません。基本的に電線の中を均一に電流が流れます。交流、しかも高周波の電流を胴体に流そうとすると、胴体の外側だけにしか電流が流れない現象が発生します。 少し話が逸れてしまいましたが表皮効果というのがありますで表皮効果とこの後にちょっと出てくる浸透深さというのがあるんですけど、まあ、そういったのも少し関係してるんですねで中身はここの部分に冷却ファンがついています先ほど話した表皮効果によってこの電線自体の抵抗値が見かけ上高くなりますなのでコイルを冷却しなければなりませんなので冷却ファンがついていますどういうふうに時速を出しているのか確認します ここに電線を用意しました何回か適当に巻いています電圧が出てきてそこに負荷がつながっていれば電流が流れるはずですなので適当な白熱電球を接続します電源を入れます光らないですねコイルの位置をお光りました光りましたけど消えちゃいますね あまた光りました光ったけどやはり消えてしまいます光はすぐに消えてしまいますがこれは IH 調理器の中でこの上の部分に金属があるかないかを検出しているからですなんか適当な金属板を置けばえずっと光ったままになりますただこれだとちょっとあの銅、ー、線が溶けてしまうので銅線というかこのカバーですねちょっと溶け始めやっぱやばいやばい,やばい 時間的に変化している時速の中にコイルを入れるとそこに電圧が発生しますこれは小学校や中学校の理科でやったことです先ほど IH 調理器の中を分解してコイルを見てもらったと思いますがそちらのコイルに電流を流して磁束を発生させているということが視覚的に分かったかと思います誘導加熱は原理的には金属であったら加熱することができますいろいろな金属を用意しました 実際に加熱できるか試してみますまず最初に加熱するのは鉄です一般的な金属ですねこれを加熱します置いてそしてスイッチを入れると加熱が始まりましたすでに加熱は始まっていますが端の方はあったかくなっていません時速が鎖光した部分にだけ渦電流が発生してそして直接加熱されるわけです時速が鎖光していない部分については加熱されません 次はステンレスですステンレスにはいろいろな種類がありますこれは磁石にくっつくタイプのステンレスですはい、加熱が始まりましたどうやらステンレスも加熱できるようですただステンレスにもいろいろ種類がありお、音が鳴ってますね聞こえますかこれ IH 調理器非常に強力な磁束を発生させているんですがその磁束で金属板自体が振動しますその振動で音が鳴っていますね1400ワットのフルパワーで加熱しているんですけど結構すごい音が出ていますねこの端っこの方を見てもらうとすごい赤色になるくらい加熱していますね非常に強力ですこうして見るとよく分かりますねちょうどこの部分に磁束が集中して鎖光しているようです 時速の分布にもムラがあるので加熱ムラもありますこの色が虹色に変わっている部分があると思いますがその部分がよく加熱されている部分ですでそれ以外の部分ですね特に端っこの方とあと真ん中の部分には時速があまり通っていないようなので加熱はされていませんこのプレートの上にアルミホイルを置きましたがこれを浮かせることができます見ましたか こ,んな感じでこれはアルミホイルに磁束が発生してアルミホイルに渦電流が流れますその渦電流によってさらに磁束が作られますその渦電流によって作られた磁束と IH 調理器が発生する磁束で反発力は発生します非常に軽い金属でしたらこのように浮いてしまいます渦電流を流す実験でよく使われるのがこちらの磁石と銅です 斜めにした銅板の上に磁石を置いて手を離すと磁石はゆっくりと滑り落ちていきます通常の滑り落ちる速度と比べるとかなり遅いですこれはなぜか渦電流が原因です磁石が滑り落ちることによって時速の時間的な変化が発生します時速が変化すると銅板に起電力が発生して電流が流れますこれが渦電流です 渦電流が流流れると渦電流によってさらに磁束が発生しますその磁束は磁石が滑り落ちるのと反対方向に働くような力を発生させますなので磁石は銅板の上をゆっくりと滑り落ちていったのです先ほど IH 調理器の上に乗せたアルミが浮いていましたがあれと原理的にはほぼ同じですただ時速をコイルで発生させるかそれとも磁石で発生させているか、まあ、その違いはありますけど え話は戻りますがステンレスにもいろいろな種類があります磁石にくっつくタイプのステンレスはこの調理器で加熱できますが磁石にくっつかないタイプのステンレスがありますそういったものはこれでは加熱できません、まあ、実際には加熱ができるんですけどこの調理器では加熱はできませんえ次はアルミと銅ですこのように磁石を近づけても磁石はくっつきません 磁石にくっつかない金属を誘導加熱装置の上に乗せてそしてスイッチを入れてもこのように加熱は始まりませんこれはアルミの場合ですがどうでも同じことを試してみます乗せてみますこのように IH 調理器の上に乗せても加熱は始まりません 100円ショップとかで売ってるアルミ鍋があるんですけどこれ IH に加熱しているんですねそれは何でかっていうとこの裏側を見てくださいプレートみたいのがありますがこれは実はアルミではありませんステンレスか何かでできていますアルミ鍋本体の部分には磁石はつきませんが裏面の部分この部分はステンレスしかも磁石にくっつくタイプのステンレスでできていますなので誘導加熱はしやすいです 誘導加熱は原理的には全ての金属を加熱することができますがこの場合ですと銅とアルミの加熱はできませんでした。これはなぜか ま答えは簡単でしてこの調理器がそこまで性能が高くないからですもう少し高級な据え置きタイプとか埋め込みタイプの誘導加熱装置を見てみるとオールメタル対応というのがありますオールメタルに対応した IH 調理器は鉄ステンレス以外にもアルミ銅を加熱できますではなぜ銅とアルミの誘導加熱が難しいのかその理由は簡単ですなぜ加熱の難しい金属があるのかキーワードは2つあります 投じ率と抵抗率です。まず1つ目の当時率から見ていきます。この当時率記号で言うとミュウで書くことが多いんですが、どれくらい磁化しやすいかを示しています。例えば、今日使った金属ステンレスの場合は、当率が比較的大きな金属です。ニュー r と書いていますが、これは非当時率のことです。真空の投じ率が4 π。π イかける10のマイナス7乗です。非常に小さな定数になります。 例えば、鉄の投磁率の場合は、μr× 真空の投磁率をかければ、鉄の投磁率になります。真空の投磁率を200倍くらいすれば、鉄の投磁率になるわけです。投磁率の高い金属を磁性体とか言ったりします。この場合だと、鉄とステンレスが磁性体です。ステンレスは種類によっては非投磁率がほとんど1に近いものもあるので、そこは注意が必要です。投磁率が高い金属は磁石につきやすいです。 この場合だと鉄は磁石につきますこんな感じです他にもステンレスを用意しましたがこのステンレスも磁石につきます、はい、この通り磁石につきました磁石につかないステンレスもありますがそれは投擲率が低いものです非投擲率が1に近いアルミと銅は磁石にはつきません なぜ投擲率の高い金属ほど誘導加熱がしやすいのかそれは磁束が集中するからですここに投擲率の高い金属がありますそれを磁束の中に置きますそうしますともともと直線方向に進んでいた磁束が金属を置くことによって金属の中を通っていきますま不思議なんですけどこういうことが起きるんですねこの磁束が交流の磁束だったとします 交流の時速というのは先ほど IH 調理器のコイルが作る磁束のことです。磁磁率がが高いことによってて束が集中して通りますそうするとその分だけ高い起電力が発生します。起電力が高くなるのでその分渦電流も大きくなります。なので湯磁率の高い金属は誘導加熱がしやすくなります。非湯磁率が1の金属を磁束の中に置いても時速は金属のところに集中しません。 その分起電力は低くなって渦電流は小さくなります逆に投磁率の大きい金属は磁束が集中するので起電力が大きくなります次は抵抗率です抵抗率と抵抗は比例の関係にあります抵抗率が大きい金属ほど抵抗も大きいです基本的に誘導加熱はジュール熱で発電するので電流の事情と抵抗に比例しますなので抵抗がまあある程度大きい方が発熱はしやすいです 抵抗率の大きな金属鉄とステンレスがありますがこれは先ほど実験でやってみた IH 調理器でも加熱できていました一方でアルミと銅は抵抗率の非常に小さな金属です抵抗が小さくなる分たくさんの電流を流す必要があります抵抗が小さいので加熱対象に流れる渦電流もその分大きくしなければいけませんなんでこの家庭用の IH 調理器だと銅とアルミは加熱できないかなんですけどこれは単純に IH 調理器のスペック不足です加熱したい金属に渦電流をたくさん流す必要がありますそうしたい場合は IH 調理器の中にあるコイルにたくさん電流を流す必要があります流す必要があるんですがこの調理器の場合はそこまで電流は流せません家庭用の IH 調理器でも据え置き型のかなり大きなものがありますよね何十万円もするやつですこれは5000円なんですけど 何十万円もするような IH 調理器は中に入っているコイルの巻き数が多かったりあとはコイルにもっと電流を流せるようになっていますその他にはコイルに流れる電流の周波数をさらに高くしている IH 調理器もあります周波数を高くすると気電力も大きくなりますその分渦電流もたくさん流れます周波数を高くすると浸透深さがより浅くなるので見た目上の抵抗値が高くなります そういった理由もあって周波数を高くしますただ周波数を高くすると IH 調理器の中に入っているコイルの共費効果が出てきますそうすると電流を流せなくなってきますそういったところのトレードオフの関係も考える必要があります誘導加熱は加熱コイルをたくさん巻いてそこに大電流を流せばとりあえず加熱はできます加熱はできますが実際ではどういう風に加熱するかが非常に重要です 先ほどから何回か出ているキーワードで浸透深さがありますそれです加熱コイルに交流電流を流しますこの枝とこの線が加熱コイルです加熱コイルに交流電流を流すとコイルの中に置いた金属に磁束が鎖光しますで渦電流が流れます加熱対象に流れる電流は均一に分布していません電流の分布に偏りがあります 例えば円筒状の金属に磁束が鎖光して渦電流が流れているとします半径は a ですこういう風に渦電流が流れますここが中心部分ですでここが半径 a-a ちょうどこの端の部分になります外側の部分が一番電流の強度が高いですえつまり電流が流れています内側に近づくに従って電流の強度はどんどん落ちていきます 導体の中心部分の電流は外側に比べて弱くなります導体の中心部分から反対側に行くときはまたこのように外側に行くに従って電流の強度が強くなりますそして一番外側が強いというふうになりますどういうことかというと外側には電流が集中しているので外側は非常に熱くなります 外側が加熱されるるようになるわけです一方で胴体の中心部に向かっていくに従って電流の強度は弱くなっていきますということは胴体の中心部分ではジュール熱による発熱がほとんどありません胴体中心部分は胴体外側からの熱伝導でしか温まらないそういうふうな状態になっています胴体の外側に流れている電流を100%とした時に37%になる電流の点を探します その深さが浸透深さでですすこのポイントです浸透深さは加熱対象の材質によっても変わりますが加熱コイルに流す電流の周波数によっても変わりますなので加熱コイルに流す電流の周波数を制御してこの温め具合を変えますじゃあどういう風に変えるのか浸透深さは流す電流の周波数に反比例します周波数を非常に高くするとどうなるか そううすすするると胴体の外側側ににに電電流流流が集中するようになりまま内ははれせんグラフにするとこんな感じです少し大げさに書いていますけど外側にだけ電流が集中して内側にはほとんど流れなくなります次は逆に周波数を低くしたらどうなるか産業向けの誘導加熱では 50Hz60Hz の周波数も使われていますこれはコンセントから来ている周波数と同じです 低い周波数で誘導加熱すると、えー、こういう風な電流の分布になります周波数が低い場合も外側の電流強度は一番強いですですが内側にもそこそこ電流が流れています周波数が低いと外側と中心部分の電流はそこまで差がないので均一に温まりますこのように周波数の違いによって温まり方が全く変わります周波数が高い場合は胴体の外側だけ内側は温まりません 外側からの熱伝導だけで温ままるようになります逆に周波数が低い場合は外側も内側も比較的均一に加熱されます周波数を変えることで加熱する深さを制御できる、まあ、これは誘導加熱の特徴ですこの特徴が実際のものづくりの現場では非常に役に立ちます焼き入れっていう金属の熱処理の方法があるんですけどそこに誘導加熱が使われています 焼き入れをするときに火で全体を加熱すると中まで温まってしまって狙った焼き入れのやり方ができないみたいなそういうことがありますが誘導加熱を使うと外側の部分だけを選択的に加熱することができますこれは誘導加熱の非常に優れた点です金属の外側だけを誘導加熱してその後に急激に冷却すれば外側だけ非常に硬くなったまあ焼き入れができるわけです金属の外側だけでなく内側まで均一に加熱するようと にも誘導加熱は使えます逆に周波数を低くすれば金属全体を均一で加熱できるのでそういった用途にも使うことができます金属を溶かしたりする場面にも誘導加熱は使われますはい、というわけで今日は誘導加熱について少し話してみました誘導加熱は電磁器と電気回路の組み合わせの技術なのでこれは調べれば調べるほど面白いです で今回はやりませんでしたが誘導加熱装置もそのうち自作したいと思っていますアルミも加熱できるやつをですね作りたいと思ってますそれでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました普段動画の中で着ている N チャンネル MOSFET T シャツ販売しています詳しくは概要欄から